伝えてみましょう。決戦、命の限り。実況、桜大戦、元井、任界大戦実況。の、パート3、3夜です。帝都がもう崩壊寸前まで来てて、で、天界の本拠地を見つけ出して、扉を開けて、今天界のそのいるところまで来たところでございます。クロノス海首領天界帝都の、いや、この地上のすべての善なるものになり変わり、貴様の命ここでもらい受ける。小賢しい ほう、金色ボディ、金色ボディは強いというあれがある、あるかな。金色ボディは強い気がする。例としてはあれだ、エルガイムのオルドナ・ポセイダルだな。王子だからだ、ね、合体できん。あなたと合体したかったのに。ネイモーハンも金色のやつだっけ。王子も金色か。百式のことはあえて言わない。百式のことはあえて。マリアもダメ？マリアも合体無理。あんだけ散々かばっておいてあげたのにダメですね。合体攻撃できるのはあれだけか。さくらくんだけか。とりあえず囲もう。囲むとなんか良くないことが起こりそうな気もするけど、とりあえず囲もう。必殺。つべくーらちか。すべくから金色期待。あとあれだ、あのガンダムシードデステニー、シードのシードデステニー、シードでいいかな。あのあれだ、シードのあれ、シードのあれとしか言ってない。あの赤月。他に金色の期待って何かあるか。多分あれにもあるよな。間違えた。こっちじゃなかった。普通に桜狙ってきやがった。あれなんだっけ、コードギアスとかにも。あれ白か。あと金のあれ、金といえばあれがあるわ。あのゴールドスモーがあるわ。繁栄が、もううるせえよ。うるせえわ。今日の私はあなたのために。終わったな展開。風神竜胡蝶の舞。ラスボスの分際で最後の技を、最後の必殺技を見ることもなく、残念だったな。やったわ。見たかった方もいるでしょう。しかし残念ながら終わった。展開、グッバイ展開。お、まだ生きてる。戦いはこれからだ、過激だ。ほほう、なんですって。なんですって。魔界を滑る大いなる者たちよ、先を焼き払い、大地を終わり、天空を引き裂く力を我に与えたまえ。ビブラートは聞いとるな。復活した。見るがいい、我が力を。演技が頑張、演技が気合入ってるな。そんなバカ。
素晴らしい。全身にとめどない力が満ちてくるようだ。それ自分の力じゃね。今度は我の番だ。行くぞ。あれで全部聞いてあげよう。そいつはどうかな。そいつはどうかな。ルフィが来た。ルフィが。モンテディ・ルフィが来た。回復？食らってないよ一発も。早いわ。見てくださいね。わあ、わあが力が抜けとんじゃん。すぐさくらの合体技出したいけど、出したいとこだけど、他の敵を巻き込めないよな。ちょっと良くない。ちょっと良くない。ベストとは言えない。その手は。羽衣とハムラだ。そう。かぐやの息子二人が羽衣とハムラで、で、ハムラの方は、もうええか。今一瞬まだナルトのワードが頭をよぎって。羽衣とハムラが、で、羽衣の方が陸道戦。これでええかな。不安が残った。かっこいい。ひとつき、ふたつきだね。ひとつきの後、こう、切るのがいいね。良いね。戻る。ここでも合体できない？ないね。わからんけど、まあ、ここじゃあ、ここで打ちますか。総力戦ですね。この狭いステージで総力戦。まあラスボスの手で出てきているんだ。全力で相手しないとかわいそうってなもんだな。あれ噛んだかこれ、噛んだかこれ。インパ級。ほんなら行くで。ほんなら行くで。タワン。余裕でタワン。行けロボ。なんたらロボ。チビロボたち。よし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 。強くはなさそうだよな。あんなのやったところ。わけわからんところに移動してしまった。そう。ナルトの話がまた中途半端になってない。今話そうしたら別にあの羽衣とかハムラの話じゃないんだよ。それがメインじゃない。あのその後ね、ナルト終わった後ボルトってのが始まるんだけどさ、ボルトがまた必見だなありゃ。あれはなかなか必見だな。とにかくね、ナルトの息子のボルトがクズすぎる。クズ人間すぎる。あれは一見の価値が。言うほどクズではないかもしれないけども。これ必殺来るな。あえて攻撃しないでいいよ。いや、戻るな。戻って、ここで防御だな。ここで防御。よし、完璧な布陣。スパロボ並みな完璧な布陣。伊達にスパロボ歴はないので、サッカー大戦のふりしてもスパロボの脳みそで、スパロボの方でお相手です。ナルトはさ、一本木でさ、忍びの道を目指すのにさ、
それが俺の忍道ラーなんだ言ってな、皆さんさ、ボルトの方ったらもう、チッターはもうちょっとこう、あ、これ良くないっすわ。あ、誰もカバーしてなかったし、これ良くなかったわ。見ていてくださいね。この位置じゃ必殺が使えん。ここで合体攻撃できるか、できるよな。いやー間違えた。まあいいか、これで。あ、いいか、これもよくない。マジか、間違えた間違えた。合体攻撃するつもりだったのに使っちゃった。使っちゃった。使っちゃった。お前たちに我が破れるものか。この真ん中にこの赤いのがあるところがさ、ナルトの最後のボスに似ている、カグヤに似ている。今日の私はあなたのために必殺風神竜胡蝶の舞。あれ、このまま倒せちゃうんじゃないか。倒せちゃうんじゃないか前回。あまりになんかあっけなくナルトの話も半端になっちゃったよ。まあね、ボルトも必見なので見てほしい。いやー、まさかナルトの息子があんなにダメな感じに育つとはという、ね。まあ、ナルト自身もちょっとどうかなっていうところも。終わっちまった。何度でも蘇るぞ。蘇るにしてももうちょっと骨のあるクソーとか言ってる。入ってないな。あ、どうして言ってこれを、どうしてこれを。隊長班。お兄ちゃん。大神さん。一人ちょっとおかしい人がいますね。テンションが。一人おかしい人がいますね。あ、一球混じるごとに弾が大きくなって元気玉風のものが。これが正義の力だ。みんな万歳してる。ということだ。合体してる合体。そんなバカな、この偉大なる我が。何度でも蘇るとかなんか言ってたのに、この元気だみたいなのを食らったらもうダメなのか。なぜ血は我を見せたもうたか。いやいや、いや、まあまあこんなもんでしょう。こんなもんでしょう。全然歯応えなかった。お、最後に。しまった。しまった。総員退避。よ。後部ってなんかドン重そうだけど大丈夫。すごい昔のアニメっぽい感じの今のカットがなんかね。顔のアップから引いてこう引きで、まあいいや。お、これもしかして3パートで終わるね。これでも勝利のポーズ決めでしょ。終わり。いやエンディングでしたね。いい最終回だった。いやよくねえわ。あんなあっさりな最終回じゃちょっと。あの輝きは一体。あれが彼女たちが帝劇に配属になった理由さ。ほう、覇者の血ってやつだ。だとすればそれだけじゃねえ、おめえの力でもあるんだ。ほう、
自分の大神、お前なんで花組の隊長になれたと思う？霊能力があるからだろう。それは自分が後部を動かすことができるからだと。それだけか？はあ。触媒なんだよお前は。触媒、一瞬触媒をなんか思い浮かべようとして何も触媒出てこなかった。彼女たちの霊能力は亜鉛とか確かに他のものに比べて抜群に秀でている。触媒を見つける研究もなんか大変だし、いくら優れた霊力でもそれがバラバラに存在しているだけでは意味がない。つまりあれは電子の受け渡しとかそういう、さえする彼女たちのそういうものなんだよな、触媒ってのはな。一つの大きな力にまとめ上げる力。花組はお前の力を触媒として初めてその能力を十分に発揮できるんだ。へえ。なんてな、ちょっとばかり褒めすぎか。褒めすぎっていうか、それ今事実なの？それが事実なのか。触媒っていうのは事、もういいや。要塞長、米田司令、男同士で何ボソ、敵の親玉も倒したし、これで明日からまた芝居の稽古だぜ。これ文章見れるようにしたら口が動かなくなるんだろう。ってことはお兄ちゃんもモギリに逆戻りだね。うひひ。壊れた工具も修理して次に備えないといけませんわね。なんかスミレが一番大人なこと言う。これまで以上に踏ん張らんと。声あげようって。すっとんきょう。今回って逃げるのに夢中で例のあれやってないんじゃありませんか。こいつ意外にお気楽な頭をしてやがる。あれスミレ君のは年下なんだぞ実は。そういえばそうですわね。落ち着いた風情をしてるけどスミレの方が年下という事実を説明書を読んで気づいた。それじゃそれどんどん突っ込んでいく。ずっとさくらの方が下だと思ってた。むしろスミレは21ぐらいだと思ってた。せーの、勝利のポーズ決め決め。おいおっさん、おいおっさん、長官、その右手に持っている陽明酒を飲んだ後みたいなものは。まあたまにはな。仕方ねえな。まあいいじゃねえか。なあ。なあ。で、あはははははは。全然大神の声聞こえんかったが。次回予告。ここまでか。帝都にもようやく平和が戻った。今のあれ、大正野球娘風だったら。行け行け。大正義野球娘風だったら。次回桜大戦。平和な日々はデートだよ。大正桜にロマンの嵐ってか。新しい敵ってか青いサタンが今 いましたね。ちゅうことで実は今回が最終話じゃないんですね。実は最終話じゃないんですね。まだ続く、まだ続きます。平和な日々はデートだよ第8話。絶対さっきの予告とか集めた動画をさ上げたらさ再生数伸びると思うんだよ YouTube に。絶対絶対伸びると思うんだよ。そしてそれができるのはこうやって現在進行形で撮ってる俺とかなんだよ。いやーでもやんないな。うん、やんないな。それでなんか再生数稼いだってな別にな。よし、まあこんなとこだ。次回はちょっと楽しそうな回だな。平和な日々をデートだよ。誰とデートするのかな。君は誰とデートする。